グルブッティーン・ヘクマティアール、グルブッティーン・ヘクマティアール、ガブーデン、ヘクマティハー1947年隊は、アフガニスタンの政治家。軍閥、ヘクマティアール派、ヘズブエイスラミ・グルブッティーン・ヒグの創設者で、ラッパーニー政権下で、アフガニスタン・イスラム国の首相、1993年6月17日から1994年6月28日。 1996年6月から1996年9月を二度務める。パシュトゥーン人でギルザイ部族連合のハロチ部族に属する。クンドゥーズ州出身。英語を含む複数の言語を操り、4人の妻と複数の子を持つ。グルブディン・ヘクマティアルとも。ヘクマティアルの将来を見込んだ、クンドゥーズのギルザイ部族長で、スピンザー・コットン・カンパニーの総裁ゴラムセルワール。 ナシェールより援助を得て、1968年にカーブルの軍事学校に入学、さらにカーブル大学工学部に学んだ。ヘクマティアールのあだ名、エンジニアヘクマティアールの由来である。しかし、在学中に彼は政治運動に身を投じるようになり、当初はマルクスレーニン主義に影響されたアフガニスタン、人民民主党のメンバーだったが、次第にイスラム原理主義に傾倒し、 反ソ連、ハンダーウード色を強め、パキスタンに亡命した。パキスタンで1975年、ヒズビイスラーミー、イスラーム島を結成。対ソ連戦における数々の戦績と、パキスタンにおける数百の男子また、女子学校の建設によって、名を知られ、当時のパキスタンの指導者、ジヤーウルハック将軍のお気に入りでもあった。ヘクマティアールは反ソ連戦で、 精力的に活躍し、地震何度も負傷するとともに、多くの家族を失った。パキスタンのアフガニスタン難民の権利を保護するために、骨を折ったことでも名を挙げた。一時期、ヘクマティアールの情報機関、エトラットアットは、パキスタンとアフガニスタンの双方に、大きな影響力を有した。ヘクマティアール派は、2001年のタリバー無政権、崩壊後にも、 カーブルに散発的なロケット攻撃を続けたことで知られる。ソビート連邦のアフガニスタン侵攻の間、ISI ・パキスタン統合情報局からの軍事援助と、チャールズ・ウィルソンらの工作による CIA による ISI を経営したムジャーヒディンへの援助として、ヘクマティアールは数百万ドルの資金を受け取った。ISI がヘクマティアールに秘密資金の多くを割り当てたのは、 おそらく、アフガニスタンでの反ソ連戦における軍事司令官としての彼の戦績に基づいた決定であった。どの軍事司令官に同資金を割り当てるかについては、CIA が公式には関与していなかったということは明記しておくべきであろう。資金や武器を誰に提供するかは ISI が決定する事項であった。しかしながら、反ソ連戦におけるムジャーヒディーンの勝利が見えてくるようになると、 ISI 内部のイスラム原理主義派にはソ連撤退後のアフガニスタンの新指導者として同じ原理主義者のヘクマティアールを擁立しようという機運が急速に高まった。ソ連の進行中にもソ連撤退後の勢力争いにおいて自派を有利に導くため他派の力をそごうとヘクマティアールは国内のライバル勢力に対して盛んに攻撃を指揮した。 ライバル勢力への容赦ない攻撃の例として、1976年、パキスタン国内でのアフマドシャーマスードのスパイ容疑による逮捕の格索に関与したことが挙げられる。ヒズビイスラーミー、ヘクマティアール派はイスラーム主義を信奉している。また、過去に何度となく、アフガニスタン国内のおよそ全ての勢力と争ったり、結んだりを繰り返している。ヒズビイスラーミーは、 パキスタンとサウジアラビアから最も強力な支援を受けたグループの一つで何千人もの国外からのムジャーヒーンを迎え入れた。この件についてのヘクマティアールが果たした役割とタリバーンの登場についてはヒューマンライツ・ウォッチによる2001年10月の詳細な報告がある。アフガニスタン・イスラム国の崩壊後、ヘクマティアールは1992年5月25日に マスードとの和平合意に調印し、それによって首相に就任した。しかし、ムジャッティディ大統領の乗った飛行機をヘクマティアールがロケット攻撃したことが非難されて合意は破れた。翌日、ラッパーニート・マスードの属するイスラム協会とドスタム将軍派のイスラム民族運動は反ヘクマティアール派の軍事同盟を結んだ。しかし、1994年にヘクマティアールは 同盟関係を変更し、イスラム民族運動、ハザーラ人主体のシーア派勢力イスラム統一党と同盟を結んだ。そして3派の同盟は、カーブルを包囲し、アフガニスタンの崩壊を食い止めるために、ラッパーニー派と戦闘を行った。1992年から1996年のアフガニスタン内戦の間に、このような戦闘によって、 カーブル市街の70%が破壊され、少なくとも5万人が死亡した。その多くが民間人である。ラッパーニーとヘクマティアールは、1996年9月に、ターリバーンがカーブルに入場する、ほんの数ヶ月前、ようやく和平を結びヘクマティアールは、首相に就いたが、彼らがもたらした後輩と分裂のために、安々とターリバーンによる制圧を許すことになった。ヘクマティアルは、 イランに亡命し、同地でイスラム党の活動を継続した。2001年9月18日、ヘクマティアールはアメリカのアフガニスタン侵攻に反対の意を表し、アメリカに同盟するパキスタンに警告を発した。アフガニスタン侵攻によって、ターリバーン政権が崩壊した後も、ヘクマティアールは国際連合が仲介した2001年12月5日の和平合意を拒否する姿勢を明確にし、 ドイツで締結された、この和平合意は、アフガニスタンに、アメリカの傀儡政権をもたらすことになる、と述べた。2002年2月10日、イランにおけるイスラーム党のオフィスがすべて閉鎖され、ヘクマティアール自身も、イランから追放された。その後の彼の行方は明らかでない。タリバーンが再結集し、アメリカと戦闘するのを扶じょしている、とヘクマティアールは、 アメリカによって非難されている。また、アメリカ軍兵士の殺害に報奨金を拒出している、とがでも非難されていい。アメリカに支援を受けている、カルザイ大統領の暫定政府のメンバーからも、戦争犯罪者として繰り返し名指しされた。2002年9月5日の10名余りの死者を出した、カルザイ大統領暗殺未遂事件の後にいたことも、疑われている。複数の報道で、 チュニジア国内に潜伏中とされたが、2002年5月のアメリカ政府の発表では、カーブル近郊で CIA がプレデター無人偵察機によってヘクマティアールを狙撃したものの、彼は名を逃れた。同年9月、ヘクマティアールはアメリカに対するジハードを呼びかけるメッセージを録音したテープを公開した。同年12月25日、ヘクマティアールが アルカアイダの構成員になろうとしていることがアメリカの諜報機関によって明らかにされたと伝えるニュースが流れた。同ニュースによると自分はアルカアイダを援助することができるとヘクマティアールは語ったという。しかし、翌2003年9月1日に公開されたビデオテープでは彼はアフガニスタンに展開するアメリカと他国籍軍への攻撃は称賛したもののターリバーンあるいは アルカイダとの同盟は否定した。2003年10月1日、ヘクマティアールは、ジャラーラーバード、クナル、ローガル、サロビの地方司令官との停戦を宣言し、これらの司令官は、外国人とだけ戦うべきだと述べた。2006年5月、ヘクマティアールは、アルジャジーラにビデオテープを公開し、アフガニスタンの紛争でアメリカを支援していると、イランを非難し、 ウサーマビンイコールラーディンの側に立って、戦闘をなう用意があることを表明。また、パレスチナ、イラク、アフガニスタンで現在生じている紛争における、アメリカの関与を求断した。2006年9月、ヘクマティアールが捕獲されたと報道があったが、これは後に否定された。2006年12月、パキスタン国内でビデオテープを公開し、ムジャーヒディーンに敗北した。 ソビエト連邦と同じ運命に、アメリカも会うと述べた。2007年1月 c n n は、5年前、ウサーマ・ビンイコール・ラーディンが、トラボラの山岳地帯から脱出するのを、自派の兵士が手伝ったと、ヘクマティアールが述べたと報道し、また BBC も、ゲオ TV によるインタビューの引用によって、彼ら、ビンイコール、ラーディンとザワー・ヒリーが、ホラー穴から出て安全な場所に逃れるのを我々が、 助けたとヘクマティアールの発言を伝えた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。